り、そんな青年会の皆さんの演舞を行います。そんな青年会のアップテンポの曲を切れ目なく踊る演舞は圧巻の一言。洗練されたこねり手が特徴的な女性の手踊りも見どころの一つです。全島エイサーコンクールにおいて21年間で7回という最多優勝を記録。男性だけで演舞を行っていた旧五駅村石田の集落の焼きまんじゅうさんが起源だと言われています。それではミス沖縄2018スカイブルー山城美智さん、第44代ミス宮古島ブーゲンビレラ宮国美里さんよりご挨拶をいただきます。山城さん、宮国さん、よろしくお願いいたします。皆様ハイタイ、本日はふるさと祭りにお越しいただきまして誠にありがとうございます。私ミス沖縄2018スカイブルーの山城美智と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の沖縄の最高気温は21度と大変暖かく、一足早くも春の訪れを感じることができます。本日1月20日の八重崎桜祭りを皮切りに、5月6日伊江島百合祭りまで沖縄では花のカーニバルが開催されます。沖縄の祭りに欠かせないのが古くから伝統的に受け継がれてきたエイサーです。エイサーは沖縄県内各地域でそれぞれオリジナルの踊りを持ち、中でも沖縄市はエイサーのメッカとも言われております。エイサーの迫力ある舞とともにいただく沖縄の島料理マーサムン、美味しいものを本日は沖縄ブースにてたくさんご用意しております。皆様もぜひ足を運んでみてください。また島料理とともに内縄の情熱をいっぺんに味わうことができる贅沢なひとときを、この後そんな青年会の皆様にエイサーの披露をしていただきます。皆様もぜひご一緒に沖縄の情熱を味わってみてください。そして本日は私のお隣におりますのがエイボー君です。エイボー君は沖縄市のゆるキャラでエイサーがとってもとっても大好きなんです。皆様、私とエイボー君、そして宮古島から参りました宮古島ミスブーゲンビリアの宮国さんも来ておりますので、宮国さんから少し PR をさせていただきます。宮国さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ふるさと祭り楽しんでますか？ありがとうございます。改めまして、私第44代ミス宮古島ブーゲンビリアの宮国美里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はこの場をお借りしまして、簡単に宮古諸島についてご紹介させていただきます。宮古諸島はここ東京から約 2000km のところに位置しておりまして、大小8つの島からなっております。池間大橋、栗間大橋、伊良部大橋の3つの橋で5つの島がつながっております。食や景色、観光スポットを楽しみながら島巡りをしていただきます。ゆったりとした時間の流れる宮古島へぜひ一度お越しになってみてはいかがでしょうか。宮古島でお待ちしております。タンディガーアータンディ、ありがとうございます。